常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日のゲストは真鍋ゆかさんです。よろしくお願いします。はい、皆さんで面白かったらね、はい、高評価のボタンね、はい、チャンネル登録ね、そしてコメント欄に感想と、はい、Thanks ボタンね。 Thanks ボタン、 Thanks ボタンって言うんですね。そうです。ついてないですか？まだついてないです。あ、これね、頑張ってる人にしかつかないです。頑張ってる人たち、心当たりしかありません。頑張ってください。頑張ります。頑張らないとね、はい、ついついサボっちゃうもんね。そうなんです、ですよね。まあでもね、今日そんなね、もう真鍋さんにね、はい、ちょっと重いテーマで本当申し訳ないんですけど、はい、TBS がやらかしまして。はい、TBS さん。TBS がですね、はい、先週の土曜日のね、報道特集でね、うん、あ、報道特集出ましたよ。まあね、左がかった番組ですけど、本当ひどくてね、いや、というか左翼って人権大事にするはずなんですよね。でも本当に人権踏みにじるような、もう本当にデマをまあ拡散するようなひどい内容でして、まあ各方面から今批判が出てます。で、内容はね、どういう内容かというと、原発事故と甲状腺がんというねテーマだったんです。で、どんな内容かというとね、もう金平キャスターがこんなこと言ったっていうのもネットに上がってるんで、これ読めばね、わかります。はい、金平キャスターこういうに言いました。それまでの平和な日常がある日突然破壊されるのは、今のウクライナのような何も戦争だけではない。11年前の東電福島第一原発事故による放射線被曝、福島県で暮らしていた子供たちがその後甲状腺がんで苦しんでいるっていうですね、まあ、こういうこと言ったんですよ。まあ、こういうデマをね、拡散している方がたくさんいました。まあ、あえて言いますけど、武田邦彦さんもそうでしたよ。あ、そうですか。はい、あれもでも全然根拠ないです。これはね、もういろんなところからですね、これはそういった事実はないということが、国際機関からも指摘されているにもかかわらず、彼らはですね、まあ、根拠になるね、津田俊秀さんという方の、まあ、論文を引用してね、増えてるんだって言い張るんですよ。でもこの津田さんの論文というのはですね、まあ、科学的にね、非常に問題があると、データが不足しているとか、いろんなツッコミを、入れられててですね、認められてないんです、これ。なるほど。全く。で、さらに言うとね、まあ、これ先に結論言うとですね、甲状腺がんというのは、もうあらゆる人が持ってる可能性があるんですよね。あ、聞いたことあります。本当は誰でも持ってるようなものなんだと。うん、そうなんです、はい。そうなんです。で、調べたら調べた分だけね、引っかかっちゃうの。うん、だから私もきっと常念さんも、はい、今病院に行って調べてみたら、はい、どっちかなってるかもしれないです。可能性がある。そうなんです、うん、でね、無症状の人に対して甲状腺がんのスクリーニング検査をすると、うん、一定の割合でね、甲状腺がん見つかるんですけど、はい、それ別に福島でやっても、うん、東京でやっても、うん、沖縄でやっても多分同じ割合見つかるから、別に原発事故のせいじゃなくて、もともとサイレントながんなんですよ、甲状腺がんって。しかも進行が遅くて、うん、寿命よりも遅いので。そうなんですか。はい、これ葬儀屋さんの間では有名な話なんですけど、はいはい、亡くなった人のここを切って調べる、解剖すると、うん、がんが見つかるってことよくあるらしいです。まあ、有名な話なんですね。それは特に甲状腺がん。甲状腺がんがすごく多いらしいです、うん、はい、だから、まあ、寿命よりも進行が遅いので、うん、結局何もしないでも大丈夫と、うん、でそれをね、無理やり見つけちゃうと何が起こるかというと、はい、甲状腺がんだからってことで恐怖におののいて、うん、で場合によってはね、うん、やらなくてもいい甲状腺の切除とか、かわいそうにやっちゃうんですよ。これ過剰検視がすごい問題になってるんですよ。それが子供ですか？子供です。かわいそう。はい、でね、専門家のね、菊池誠先生、うん、ね、菊池誠先生こんなふうに言ってます。津田俊秀先生の甲状腺がんに関する見解は全く信用に値しません、うん、そもそも国連科学委員会報告で明示的に否定された論文の著書をなぜ呼ぶのか、うん、ね、それは放射能デマに都合がいいからでしょうと、そんなのは報道ではないということで大変お怒りです、うん、はい、でさらにですね、まあ、当時ね、民主党政権でこの問題に関わってきたね、細野豪志さん、まあ、今自民党ですけど、はい、細野さんもこう言ってます、うん、私も過剰検診の可能性を主張してきたが、うん、福島県は認めていない、これは問題に関わってきた者たちの中では常識と、ね、うん、ところがね、このね、TBS の報道特集では基本的な取材を怠っていることが明らかで、うん、なんとね、福島がね、この、過剰検診、のね、問題をね、この過剰検診だというふうに主張してると、逆のことを言ってるのね、はい、でそれが問題だって言ってるんですよね。はい、今だから福島ってね、過剰検診を認めてないので、はい、検診続いちゃってるの、はいはい、で県会議員なんかで僕の知ってる人なんかもうこれ過剰検診だからやめた方がいいっていうふうに声上げたいんだけど、うん、なんか上げられないんだって。何があるんですか？もしものことやったらどうすんだってギャーって勝ち込んでくんだって左翼が。それなので福島県は公式には過剰検診ですとは言ってないんだけど、報道特集は行政を悪者にしたいんで福島は過剰検診と言ってるって言ってんだって。いや、そうじゃねえんだよと。反対なのに、だからこの辺もちゃんとディテール取材してないと、なんで細野さんは TBS 報道特集が基本的な取材を怠っているのは明らかと、うん、この程度の取材で福島の甲状腺検査という重大な問題を特集することは信じがたいというふうにお怒りです。いや、もう過剰検診を、はい、があろうとなかろうと、うん、子供たちが被害が
出ているっていうのがかわいそうでしかないです、はい、本当に。でね、まあこれアゴラの記事なんですけど、これによるとね、無症状の甲状腺がんは検査の数に比例して発見されますが、ほとんど生命に影響はなく、過剰検診で手術をすると一生ホルモン異常になって困りますと。かわいそう。そうなの。これね、実はね、私ね、地元の県議さんね、名前言いませんけど聞きましたけど、これやっちゃうとね、女の子の場合生理止まったりとかするらしい。かわいそう。正義はどこにあるんですか。そう、子供産めなくなっちゃうのよ。えか、そう。で、全く非科学的な理由でこういう検診を未だに続けてる。むしろこの過剰検診の方が問題で、うん、まあ薬害エイズってあったでしょ、はい、これ検査外甲状腺がんということになるかもしれないですよね、うんうん、だからそういう、まあ、そういう検査で、まあ、陽性みたいに出るかもしれないけど、本当にそのなんか過剰なね、過剰検診からの過剰手術、過剰対応でその子の幸せ奪ってるのどっちなんだって話なんですよ。本当にちょっと、はい、左翼さんも考えていただきたいですね。いや本当ですよね、うん、で、大森誠さんという方ね、 この方お医者さんだと思うんですけど、この人いわかちょっと一応お医者さんかな、確認しておきますけど、大森誠さん、そうですね、あ、福島在住で、あ、ごめんなさい、お医者さんじゃないです、テレビ局を退社して自治体の職員になった人ですね、ごめんなさい、お医者さんじゃなかったですね、はい、この大森誠さん曰くですね、過剰検診を理解するにはまずこの事実を知っておくことが重要です。甲状腺がんの圧倒的多くを占める乳頭がんは、うん、そのほとんどが放っておいても命に関わらない、うん、その命に関わらないがんを見つけてしまうのが過剰検診で、それが悲劇を生むというふうにおっしゃっております。はい、あの、体には影響がないとしても、はい、がんだって言われると、そう、ビビっちゃうでしょ、やっぱりちょっと不安になりますよね。ビビっちゃうんですよ。そうなんです。親は特にですね。そうなんです。で、過剰な対応をして子供たちの未来を奪うと、うん、で、この未来を奪うね、過剰検診をもっとやれっていう番組を作っちゃったんですよ、TBS は。簡単に言うと、そうなんですか。これもう BPO どころの騒ぎじゃないですよ。番組打ち切りでもいいんじゃないかと思ったんですけど、いや、もうちょっと被害ですね。ひどいですよね。被害者が出ているみたいな、ですよね、気がします。で、この問題ね、私結構地元の人からもね、あの、福島にほら僕何回か取材行ってるじゃないですか、はい、結構言われていて、でね、もう県会議員もね、まあ、それこそまあ自民党で、あえて言いますよ、自民党の県会議員もね、この件で、ね、腰引けてるんですよ。もしがんだったらどうするんだ、検査しないでがんだったらお前一生責任取れんのかっていう言い方で来るらしい。なんか卑怯ですね。卑怯なのよ。方はちょっと心理をつきますよね。卑怯なの。で、それでじゃあ科学的根拠あるのかっていうと、さっきみたいなデタラメなデータを出してきて、これだって言ってやるわけですよ。うん、根拠は YouTube って言ってたね、アメリカ大統領選挙の陰謀論と何も変わらない。うん、これをやってるのが今福島の現状なんだということをね、うん、知ってほしいなと思うんです。まあ、お子様を持つ身としてね。いや、もう辛いです。辛いですよね。ありますよ。やっぱりがんがありますよ、はい。この先もしかしたらひどくなるかもしれないですよって言われたら。うん、やっぱり今のうちに軽いうちに手術した方がいいかなって、うん、思っちゃうよね。思いますよ、やっぱり思っちゃうよね、うん、そうなんですよ。そういうのを利用してですね、不安につけ込んでね、うん、まあ、それで商売してると。まあ、過剰検診もそうだし、甲状腺がんのこのスクリーニング検査やってるようなところもですね、まあ、ちょっとその活動家がやってるようなクリニックもあるんです。ぶっちゃけ言うと、どことは言いませんけど、はい、もうあったりする、まあ、どことは特定しませんよ、はい、どことは特定しませんけど、うん、あの、活動家がやってるようなそういう過剰検診クリニックみたいなのもあってですね、はい、まあ、これ資金源にはさすがになってないと思うんですけど、うん、まあ、よくわかんないですけど、まあ、非常に問題の多い罪作りなことやってるなと。本当いうことですね。なので、これはね、やっぱりね、政治家の僕はリスク取らなきゃいけないと思うんですよね、はい、まあ、落選するから言いたくないとかね、うん、まあ、非常にデリケートな問題ですから、まあ、沖縄の基地問題と同じようにね、はい、福島の原発問題って非常にデリケートな問題なんで、はい、触れたくないのは分かるんですけど、でもこれやるのがね、本当の政治なんじゃねえかなと、本当ですね、思うんですよね。子供たちの未来を守ってほしいと思います。そうですよね、うん、で、ちなみに、あの、福島のね、他の復興事業等についてもね、言わせていただくとね、まあ、基本的にはですね、補助金ぶっこんでね、まあ、なんとかこう人口減らないようにみたいなことやってるんですけど、うん、でもこれ補助金切れたら終わりみたいな今感じなので、ね、そうなんですか、うん、拝みに行った感じではね、うん、ただ、あの、廃炉っていう仕事はね、結構長く続くんですよ、うん、まあ、最低でも10年、まあ、場合によっては30年ぐらい続きそう、うん、廃炉の仕事がね、あそこ、あの、結局最後廃炉しますから、うん、で、そうなると、まあ、その間は多分、あの、まあ、廃炉のためのね、いろんな需要があるので大丈夫でしょう。でもその後どうするのって問題があるんですよね、うん、だから、まあ、ああいう事故が起こった場所だからこそ、うん、まあ、そういう放射線に関するね、大規模なリサーチパークを作るとか、うん、場合によってはね、これ、まあ、言ったら福島の人怒られるかもしれないですけど、うん、まあ、福島第一原発の敷地も使えないわけじゃないですか。あ、そうですね、ですよね。そしたら日本版オンカロですよ、フィンランドのね、オンカロ、オンカロ、オンカロ、放射性廃棄物の最終処分場ね。あ、うん、なるほど。あれは非常に少ない面積を管理するだけでいいので、はい、まあ、科学的にはですね、非常にやりやすい
ですよ、うん、実はね、うん、でそこにまあ再処理してリサイクルして、うん、もうこれ以上できないってなったやつをぐっとこうね、うん、まあちっちゃくして、うん、でそれをまあそこに埋めてですね、まあ、しっかり管理するというようなやり方もありかな、うん、まあただ地層的にあそこでできるかどうか分かんないんですよ、うん、安定した地層じゃなくてできないので、うん、まあそういう調査も含めてですね、うん、まあ、いろんな可能性あるので原子力産業もね、うん、そういうのやった方がいいかなと思うんですけど、うん、なんかね福島って言ってね、こういうねネガティブな話に引き込んでね、いやそうですね、やっぱりあの本当に当時も私、うん、あの人から言われました、はい、あの福島さんのものはやっぱ食べちゃいけない、そうでしょう、気をつけなさいって言われて、ね、うんうん、韓国なんていまだにこのね措置をね緩和してないですよね、うん、そうなんですか、そうですよ、はい、すごい、だから東京オリンピックの時もなんかほら、はい、ね、そうです、空間占領系で 食物のこんな野菜とかこんな当ててさ、何してんのこの人たちみたいな、なんか滑稽なことやったでしょ、彼はやっておられました、それはだからもうあのね、あの日本は放射能で汚染されてるとか、あとバンクっていうね、あの、まあ、反日プロパガンダ団体が放射能オリンピックみたいなもう非常に失礼なポスター作ったりとかしてましたよね、うん、だからそういった風評被害からね、やっぱりこう立ち直ってほしいと思うし、風評被害を助長するようなことをさ、うん、テレビがやったらやっぱダメですよね、いや、 やっぱりテレビってまだ影響力強いですね、そうですね、うん、でこの件に関してね、そのまあ、細野さんはね、うん、ご自身で、うん、まあ、反省文というかね本を出されていて、はい、でその中でね、まあ、いろんな方が、まあ、その、まあ、貝沼博先生とかもね、うん、あのいろいろ書いて寄せてるんですけど、やっぱりね、あの地元の人の声っていうことを言ってたのがね、やっぱテレビはね自分たちの都合のいい被害者に寄り添いすぎと、なるほど、うん、簡単に言うと今自主避難してる人たちって割とそういう意味では、うん、まあ、あの過激と言ったらちょっと悪いですけど、うん、割と強い意見を持ちの方が多いんですよ、うん、そっちにばっかり寄ってて、いやもうこれ大丈夫だから帰りたいです、実際帰ってる人とかそういう人のね、まあ、大多数なんですけど、うん、そっちの声全然拾わないと、非常にそういうね、なんかもう罪深い、視聴率重視なんですね、視聴率なのか、ご活動がメインなのか、よくわからないですけど、まあ、今回の報道特集はですね、そのまあご活動メインのですね、うん、もう極めて非科学的な内容だったので、これはもう絶対批判しなきゃいけないんで、皆さんぜひね、TBS に抗議をしていただきたいなというふうに思います。これはあの、まあ、いわゆる僕のようなね、保守系の論客のみならず、まあ、保守系の論客をもっと言った方がいいんだけど、その問題さ、はい、あの、むしろあの左翼の方が騒いでます、これ。あのもうちょっと良心的な人たち、左翼っていうか、まあ、本当の意味でリベラルな人たちが、はい、これはあまりにもひどいだろうということで騒いでますので、そうなんですか、はい、そういう意味ではまだ日本には良心あるなと思ったので、手を取り合って、そうですね、手を取り合えるかどうか分かんないですけどね、まあ、あの限界系左翼と限界系右翼は反ワクチンで手を取り合ってしまう、なるほどそれはそれでいいですね、まともな人たちもそろそろ手を取り合った方がいいんじゃないかなと、中立になります ね、 ね、やっぱ中和されて、そうですね、中立に戻るっていうことですかね、はい、そういうふうにしていかないと厳しいかなと、本当です、ね、はい、そういうふうに思いました、はい、はい、ということで今日どうもありがとうございました、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね高評価のボタンとね、チャンネル登録、さらにね、はい、コメント欄に感想とですね、はい、Thanks ボタンをねぜひ押していただけると嬉しいです、はい、ガオー。